続きまして、この曲の薄尾となるですね、第6曲目に愛の眠りの庭という曲が出てきます。で、これがですね、ここに愛のモチーフというのが出てくるんですけども、これは大変静かな曲なんですが、この曲はですね、弦楽器で、コントラバスのない弦楽器でゆったりゆったりと演奏されます。その、甘い世界にですね、こう浸っているんですね。で、その浸っている様子がですね、音楽的に言いますとですね、何かしらその、横たわって何かしら重力に引っ張られているんじゃなくて、逆に横たわりながら彼らがあたかも浮かんでいるような錯覚を起こすような音響になります。もう一回弾いてみますが、これだけを植物的に弾いてみますと、まあなんとなくこう音がいっぱいこう、重なってるなと思うだけかもしれませんけども、彼のこの、ラバーズというのを表すために使われているこの不協和音というのはですね、聞けば聞くほどだんだんね、さあ聞きながらですね、この多い不協和音がですね心地よく聞こえてきたら、もうあなたはトゥーランガリラ2になったと、こういうふうにお客さんの方々は思っていただいて結構だと思います。そしてね、これにですね、先ほどの鳥が鳴いてましたよね、これが絡むんです。これが絡みます。ただのピアノだと思わない方がよくてですね、これは二人だけの世界ですね。っていうふうに鳥が鳴くんです。その辺で鳥がですね、美しい小鳥が今度は優しく優しくゆったりとこう鳴くわけですね。こんな夢のような世界はね、今までの音楽の中で書かれたことがないと思いますね。この喜びが永遠に続くように、そして時空を超えるように、そしてこれがですね、メシアンという人のですね、人生と密接に結びついていると思います。なぜかと言いますと、この曲はですね、が書かれたのはなんと1946年なんですね。そしてその前に、彼は、第二次世界大戦の時は従軍しているわけです。それから彼のもっと若い頃は当然のことながら、ヨーロッパでの第一次世界大戦も体験しているわけです。さあ、そういう破壊的な、人類に対してのですね、挑戦的な、世界での出来事を経験した若いこの作曲家メシアンという人がですね、1946年戦争が終わった後にこの曲を書いたということは大変象徴的なことだと思いますね。
いわゆる再生をしなければいけない。そしてそのためには人間というのはいわゆるより想像力を持たなければいけない。それは、生殖というような観点から言ってもそうだと思いますね。人間がもう一度復活しなければいけないということが一番頭にあったのだと思いますね。ですからこの作曲家は、何回も申しますけれども、いろいろな技術をこの、曲の中に織り込んでいるわけで、そしてこの曲から圧倒的な影響を受けた作曲家たちがブーレーズ、シュトックハウゼンとですね、どんどん出ていくわけですが、ところが彼自身が最初に戻ります、単なる12音の作曲家として最初に12音でパパパパッと始めたけども、そうした戦法、戦術、作曲技法の先駆けであったにもかかわらずですね、この曲が作曲技法として聞こえない理由はですね、そこにあるんだと私は思います。彼の生きた時代、そして彼が戦後すぐに音楽家として何をなすべきかと考えた時の彼の使命として出来上がったのがこの人間への賛歌だと思いますね。今の社会情勢、世界的に見ましても、私は最近バルセロナでですね、私の家から近いところでテロリズムテロが発生しましたので、その夜まんじりともせずにヘリコプターのブンブンうなる音とパトカーのサイレンの音で街中が埋め尽くされる、ところに身を置いておりました。さてそういう時に私たちが何をすべきでしょうか、何を思うべきでしょうかと、私はこの音楽にあるように、あるいはハイドンの天地創造にあるようにですね、人間の創造力というものについてもう一度その人間のディグニティといいますかですね、尊厳というものを取り戻しですね、人間の自信というものを取り戻しですね、さあ未来に禍根を残してはいけないということをですね、この壮大なる美の中からですね、人間としてのあるべき姿、そして人間として人間自身を信じていかなければいけないという、この生きるという宿命ですね、というものを聞き取ることができるのではないかというふうに思っています。